タイトル、無限のリフレイン。心が軽くなる散歩の禅。足取りは漁師のスピン。心を浄化、無意識のエゴ。風がさらう、カルマのゲーム。映画のスクリーン、シミュラークル。ヒーローに恋して、セロトニン。でもそれは、内なるシャドウ。物語に溺れ、リトリートのシーン。猫はマンダラ、生きる禅。自由と気まぐれのダブルエントレ。その瞳に映る次元のフェーズ。僕たちの知覚の限界、シエノトレース。夜更かしはメタファーのスキーム。静寂の中でノクターナルのビーム。後悔を次の日にデフレート。今はただリズムにドリーム。二度寝の甲骨、エンドルフィン。魂がささやく瞑想のイントロ。体が輝き、ニューロンがスパーク。心のブラックホールに響くトーン。もっと耳を傾け、ダイアローグのフレーム。最初は痛む、エゴのディフェンス。でも愛が教える、シナプスのライン。フコとはアガペーのチャネル。私たちはそれぞれユニバースのピクセル。外見は凡庸、内側はフラクタル。自己を知ることは時にブラックホールを避けるバイパス。私たちは輝く星々のクラスター。心の中に無限のバース。ハイと共に選曲を超えて手をつなぎ、キャンペーンのフィナーレ。夜更かしはアンダーグラウンドのコード。映画の中でヒーローのロード。時にブラックホールのメトリクス。自分を知るコズミックなレコード。手をつないで未来のプロトコル。ハイと共に無限のリフレーン。静寂の中で自由を求めて、もう少しだけ共鳴しようよ。タイトル、無限のリフレーン。心が軽くなる散歩の禅。足取りは漁師のスピン。心を浄化、無意識のエゴ。風がさらう、カルマのゲーム。映画のスクリーン、シミュラークル。ヒーローに恋して、セロトニン。でもそれは、内なるシャドウ。物語に溺れ、リトリートのシーン。猫はマンダラ、生きる禅。自由と気まぐれのダブルエントレ。その瞳に映る、次元のフェーズ。僕たちの知覚の限界、シエノトレース。夜更かしは、メタファーのスキーム。静寂の中で、ノクターナルのビーム。後悔を次の日にデフレート。今はただ、リズムにドリーム。二度寝の甲骨、エンドルフィン。魂がささやく、瞑想のイントロ。体が輝き、ニューロンがスパーク。心のブラックホールに響くトーン。もっと耳を傾け、ダイアローグのフレーム。最初は痛む、エゴのディフェンス。でも、愛が教える、シナプスのライン。フコとは、アガペーのチャネル。私たちはそれぞれ、ユニバースのピクセル。外見は、凡庸、内側はフラクタル。自己を知ることは、エクスプローラーのミッション。時にブラックホールを避ける、バイパス。私たちは、輝く星々のクラスター。心の中に、無限のバース。ハイと共に、選曲を超えて、手をつなぎ、キャンペーンのフィナーレ。夜更かしは、アンダーグラウンドのコード。映画の中でヒーローのロード。時にブラックホールのメトリクス。自分を知る、コズミックなレコード。手をつないで、未来のプロトコル。ハイと共に、無限のリフレーン。静寂の中で、自由を求めて、もう少しだけ共鳴しようよ。
サーク上げないってば、下ろす練習だけだよ。うん、ラスト。Yeah.
終わり、朝食に遅れる。ヘルメットかぶって、もう終わり終わり終わり、さ、シーディア終わり。はい、危ない危ない危ない、疲れてきてるからもう。金太金太郎来た、あった、金太郎来た、危なかったよ。結構後ろ来た、うん、ドンって金太郎来た、何で撃ったかなと思った。戻るよ、もうあと 10分で戻って、もうそのまま戻ったらすぐ朝食ってば。いやいや、あっちであっちで朝食食べながら7時。うん、もう仕事始まってくるから7時だから、もうみんな出てくるでしょ、そりゃ。来てごらん、こっちシークレットビーチだっけよ。オートバイで来れるな。ここ落ちたら痛いだろ。ほら、あのあっちの崖からの下から見えるビーチ。どんな濁ってるな。うん、いつもは綺麗だけど今日が濁ってる。で待っといて、なんか後ろへ音がいない。漫画ら生きる全部自由と気まぐれのダブルエッジ。
数次元のフェーズ僕たちの近くの限界地へのフェーズ数色化しはメタファーのスキン静寂の中でのたらぬのピン後悔を次の日にデフレイズ今はただリズムにドリーム二度寝の甲骨エンドルフィン魂がささやく瞑想のイントロ体が輝きニューロンがスパーク心のブラックホールに響くと耳を傾けたいやローグのフレンズ最初は痛むエゴのディフェンスでも間を教えるシナプスのライン聞くことはアガペのチャンネル輝きニューロンがスパーク心のブラックホールに響くともっと耳を傾けたい行くともっと耳を傾けたいやろうのフレンもう 2週ぐらい、2回ぐらい。
ラスト一本。だけど木だからよかったけど、あっちだったら危なかった、あっちだったら落ちてるよ、あっちだったいやこれ崖とかだったら落ちてるよな、横だったら突っ込んでたら降りてからさ、これ今もう終わり、もうちょい広いとこがいいな、横も。今助けて、撮ってた、助けて助けて助けて、2人でダメ、お父さんも助けないといけない感じ。やばいやばいやばい、こっちから押して、こっちから押して、待って今、箱ボキボキって言ったんだよ、箱がボキボキお父さん助けないといけないけ、
大変さ、撮影行った。違うからむずい。せーの。